今回紹介するのは、夜にかける、夜遊び小説集、双葉文庫という本です。コンポーザーの綾瀬、ボーカルのいくらからなる、小説を音楽にするユニット夜遊び。第1弾楽曲、夜にかけるは、ビルボードジャパンホット100で2020年の年間1位を獲得し、 そのの後も活動の幅を広げている。そんな夜遊びの楽曲「夜に駆ける」「あの夢」をなぞって多分アンコールの原作小説4作と関連作品を収録短編小説集ではなくファンブック小説集というと文字がびっしり書かれているものをイメージしていましたが行間が非常に広くレイアウトされており特に「夜に駆ける」の原作である。 タナトスの誘惑は5分でで読める内容でした。具体的には最初のページにはたったの5行しか書かれていません小説の内容は良くも悪くもキャッチーで文体を含めああネット小説だなとすぐにわかります文学を求める人にはおすすめできませんがインスタントな面白さはあります小説が4ペ載っている後ろには夜遊びのインタビュー記事が載っていてさらに ラビ詩の2ページ前にはタナトスの誘惑をボーカルのイクラちゃんが朗読してくれる動画の QR コードが載っていますどちらもファンとしては非常に嬉しいものでした行感が広くネット小説出典の本に1500円と考えると少しお高いと感じますがインタビュー記事とイクラちゃんの朗読を含めるとファングッズとしては十分だと思います以上 興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。